し原は十郎は、日本の外交官、政治家。議会は、十一位。君党は、君位党。尺位は男尺。外務大臣、貴族院議員、内閣総理大臣臨時代理、内閣総理大臣、第一副院大臣、第二副院大臣、副委員長総裁、副総理、衆議院議員、衆議院議長などを歴任。明治5年8月11日。 堺県門真一番村の豪農の家に生まれた。兄、広氏は、教育行政官、台北帝国大学初代総長。大阪城そばにあった管理大阪中学校から、第三高等中学校を経て、1895年、東京帝国大学法科大学卒業。浜口有高とは、第三高等中学校、帝国大学法科大学時代を通じての、 同級生であり二人の成績は常に一2位を争ったという。大学卒業後は、農商務省に入省したが、翌八百九十六年外交官試験に合格し、外務省に転じた。タイム九百三十一年十月十二日号の表紙に掲載された、シデハラ外務省入省後、三河、ロンドン、ベルギー、普山の閣僚時間に在勤後、ワシントン、ロンドンの 各大使館参事官、オランダ講師を経て1915年に外務次官となり、1919年に中米大使。第一次世界大戦後にアメリカ合衆国大統領ボレン・ハーディングの提唱で開かれた国際軍縮会議、ワシントン会議においては全権委員を務める。ワシントン軍縮会議前の全権大使。左からしで原木十郎、加藤と三郎、 徳川家里1921年10月24日、ワシントン会議にて、ロバート・ウッズ・ブリス、ロバート・クーンツ、加藤幹事、田中国主アンドレブ・リュースターと、外務大臣になったのは1924年の加藤、公明内閣が最初であった。以降、若月内閣、浜口内閣と、県政会立憲民政党内閣で4回外相を歴任した。 彼の1920年代の自由主義体制における国際協調路線は、しデはら外交とも称され、軍部の軍閣自主路線、田中外交と対立した。ワシントン体制に基づき、台米へに対しては、列強協調を民族運動が公用する中国においては、あくまで条約上の権益擁護のみを追求し、東アジアに特別な地位を占める日本が中心となって安定した。 秩序を形成していくべきとの方針であった。そのため、1925年の5.30、事件においては、在華坊の中国人ストライキに対して、法典軍閥の長作林に要請して、武力鎮圧するなど、権益の擁護を図っている。1926年に、小介石が国民革命軍率いていった北伐に対しては、内政不干渉の方針に基づき、 アメリカと共にイギリスによる派兵の要請を拒絶。しかし、1927年3月に南京事件が発生すると、軍部や声優会のみならず閣内でも、宇垣一世陸将が政策転換を求めるなど批判が高まった。こうした、市出原外交への反感は、金融強行における若月内閣等閣の重要な要素となった。1930年に、 ロンドン海軍軍縮条約を締結させると、特に軍部からは軟弱外交と非難された。1931年夏、関東政府の外交部長、陳智も人が訪日し、超学領を満州から排除し、満州を日本が任命する政権のもとにおいて統治させ、中国は間接的な総資権のみを保持することを提案したが、シデハラ外相は一周した。その後、 関東軍の独走で勃発した満州事変の収集に失敗し、政界を退いた。締原外交の終焉は、文民外交の終焉であり、その後は軍部が独断する時代が、終戦まで続いた。なお、浜口内閣時代には、浜口友好総理の銃撃による、不傷療養期間中、宮中席時の規定により、自責であった締原が、 内閣総理大臣臨時代理を務めた。立憲民政党の党員でなかったしで原が臨時代理を務めたことは、野党立憲政友会の批判の的となり、また同じく批判されたロンドン条約については、天皇による批准済みであると、国会答弁でしたことが天皇への責任転嫁で、あると出現問題を追求された。その際の首相臨時代理在任期間116日は、最長記録である。 第二次、若月内閣の総辞職以降は、表舞台から遠ざかっていたが、南部仏印真中の頃に、この f ミマロに今後の見通しを聞かれ、南部仏印に向かっている陸軍の戦団を何とか呼び戻せませんかそれができずに真中が実現すれば、絶対アメリカとの戦争は避けられませんと直言した逸話が残っている。 第二次世界大戦末期の1945年5月25日、空襲により駄田谷の自邸が消失。玉川藩にあった三菱系の農場に移った。1945年10月9日、出原内閣の閣僚らと出原喜十郎戦後の1945年10月9日に、10月5日の東国内閣の総辞職を受け内閣総理大臣に就任。 本人は首相に指名されたことを嫌がって、引っ越しの準備をしていたが、吉田茂の後押しや昭和天皇直々の説得などもあり、政界に返り咲いた。茂原の再登場を聞いた古手の政治記者が、茂原さんはまだ生きていたのかと言ったという逸話が、残るほど、当時の政界では忘れられた存在となっていたが、新英米派としての独自のパイプを用いて活躍した。ただし、 吉田が締原を首相に押したのは、吉田の政治的な地位づくりのためであったとも言われている。GHQ のマッカーサーと1946年1月24日に会談。このマッカーサーとの会談で平和主義を提案する。皇室の誤自と戦争放棄の考えを、締原の側からマッカーサーに述べたとされる。その前の12月、締原は、風で倒れ、病床で、 つくづく考えたのであった。シデハラの憲法草案が保守的で GHQ から拒否されたというのは誤解であり、GHQ から拒否されたのは、シデハラマッカーサー会談の後にできた、国務大臣、松本ジョージを長とする憲法問題調査会がまとめた、松本案である。順番から言えば、憲法制定過程は、しではマッカーサー会談、松本案が完成、松本案が、 マッカーサーによって拒否される。マッカーサー3原則 ?GHQ の民政局が草案を作成。マッカーサー草案ができて閣議が大われ。シデハラは、マッカーサー案を原案として採用し修正することを決める。シデハラ、マッカーサー会談2回目修正を求めることを、シデハラが閣議で言う閣議も了解昭和天皇も、シデハラ総理を激励という順である。旧憲法化最後、そして、 女性参政権が認められた戦後初の総選挙となる1946年4月10日の第22回衆議院議員総選挙で日本自由党が第一党となり総辞職第一次吉田内閣が発足する。茂原は無認所の国務大臣として入閣。1947年の第23回衆議院議員総選挙で初当選。日本新歩党総裁となり、 民主党の結成にも参加したが、片山内閣の社会主義政策を批判して、田中角栄、原健三郎、本間俊一、中山正、小平久浦市で原派の若手議員と共に民主自由党に参加、衆議院議長に就任する。内閣総理大臣経験者の衆議院議長は、初めてであった。首相経験者であり、その後も例がない。 1951年3月10日、議長在任中に、心近拘束のため死去。去年80、議長在任中の死去であったことから、葬儀は、衆議院葬として行われた。墓所は、豊島区駒込の蘇明霊園。異界勲章等外国勲章廃用隠居。外交官当時の締原記者、閣下。あなたのファミリーネームは、締原なのですか それとも、秀原なのですかしで私は、秀でで、家内は、しでです。旺盛なユーモア精神の持ち主でもあったしではは、このように答えたという。周りのものは、仕方がないので追従笑いでごまかしたそうである。しではら郎は、しではらくの婿養子である。しではら郎の次男として生まれた。新しじろの長男。 つまり、奇重郎の兄にあたる紫原博は、東洋史学者で、教育行政官。博の次女、墨江は、農芸科学者、小材義直の長男、吉正に嫁いだ。吉正、墨江夫妻の長男が、小材の式で知られている、天文学者、小材義秀であり、吉正の弟、すなわち、吉直の次男が、マルクス主義哲学者の小材義重である。 古材義秀は、最後の東京天文台台長及び、国立天文台の初代台長を務め、星の手帳の編集委員としても知られており、2009年には文化功労者に選ばれている。また、広志の孫にあたる秀原広氏は弁護士で、古材義秀の重邸にあたる。第二東京弁護士会所属であり、副会長を経験あり、多数の委員会活動に関与しているため、 弁護士会では、多重会務者などと呼ばれている。しで原喜重郎の妻、正子は、三菱財閥の創業者、岩崎弥太郎の四女。従って喜重郎は、加藤孔明や岩崎尚や木内十四郎らの義弟に当たる。ただし春、春児、尚也、磯児の三人は、弥太郎の制裁、寄税が生んだのに対し正子は、昇福の出である。従って正子は、春児、尚也、 磯地のイボ妹にあたる。木重郎、雅子夫妻は三人の男子を設けた。長男、道太郎は、元徳教大学教授、次男、茂雄は、元三菱正史勤務、三男、平蔵は溶接。長男は、会見論者であった。なお、締原内閣で、大倉大臣を務めた、渋沢慶蔵も磯地の婿にあたる隕石である。渋沢慶蔵は、 渋沢栄一の孫にあたり、日銀総裁や大倉大臣を務める傍ら、日本における民族学の発展に多大な貢献をした学者でもある。また、1947年、岩崎家との縁から財団法人東洋文庫の理事長に就任し、三菱財閥解体を受けて運営危機に陥った同文庫を翌年に国立国会図書館支部として維持させることに成功した。 戦前より続く日本の東洋学研究の中心であった同文庫解散の危機から救ったその功績は今日少なからず評価されている。ありがとうございます。